さん、こんにちは。クーです。今日もですね、龍が如く8、こちらの続きをやっていきたいと思います。はい、ですね、ホームレス村でちょっと情報をもらうためにですね、まずはお酒を購入してから行きたいと思います。どこにでも行けそうだ。ちょっと待って、ハーブもしっかり拾って。いらっしゃいませ。お酒が好きみたいなんでね、そちらを行きたいと思いますよ。どうしよう、大人買いしちゃおうかな、10個。でもさ、これ確か、お前なんだろう、こっちのゲームだとヒートゲージとかないんかな。なんか桐生さんの時はさ、めちゃくちゃお酒を飲みまくって、ありがとうございました。視聴者さんからアル中疑惑を持たれましたけどね。そう、まずはお酒からみたいなところあったけど、まあ今回どうなんだろう。あんまり春日がお酒をね、ヒートゲージとかもないしね。これさっきもらったからまだか、もうちょっと後からって言ってますな。まあ、およ、なんか待って、なんかこっちからじゃいけないみたいなね。こっちから行かなきゃいけないのか。了解です。なんだろう、なんかあるかな。よし、おお、女の人が絡まりとる。うわ、やなだよな。お、アナウンサー、すげえ、本物の女子やなだ。生で見るとマジで美人だな。どうもありがとうございます。では、ちょっと待ってよ。めっちゃ可愛いと笑い。ねえ、写真とか撮っていい？記念にさ。そんなことより、彼氏とかいるな？ねえ、俺たち立候補してもいいかな。俺とこいつ、どっちが好き？ねえ、どっちもやだ。急いでますので。それでは。いやー、変な人に絡まれてる人に。芸能人気取りかよ、釣れねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人、アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助けてやろう。うん。おい、お前ら、嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。俺らには喜んでるようにしか見えねえけどなあ。その子が喜んでるように見えんなら、いやいやいや、それがてめえらが嫌がられる原因だな。全くもってその通り。だとさ、俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。いや、ぶち殺してやる。かかってきやがれ。かかってきやがれ。よし、行くぞ。やるぜ。そうだ。いやー、お、強い。頑張りますか。思ったより強いぞ。ブレイスな、これ。こうか。見さらせ。そうだ。まとめて行ってしまえ。次は俺だ。よし、バック。いいんじゃないですか、バックアタック。見たかよ。俺の勝ち上げだぜ。なんなんだよこのおっさん。まだやるか。やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい。はい、ありがとうございます。本当に助かりました。あんた、アナウンサーなのか。はい、私、TBS アナウンサーのうないりさと申します。実際にいるアナウンサーさんですかね。春日一番、よろしくね。しかし、有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か。あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ああ、
俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするからラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。へえ、勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。めっちゃドン引きされてるじゃん。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。おお、頑張ってください。ラジオか、久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。ああ、確かに外にあったよね。スマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。なるほどね、音楽も聞けるサブストーリーだったんだ。了解です。スマートフォンにプレイリストのアプリが追加されました。アプリ内でプレイリストに追加することでTBS ラジオアフターシックスジャンクション2を聞くことが可能です。プレイリストは春日の家のラジカセからでも編集することができます。おお、なるほど。アフターシックスジャンクション2は TBS ラジオで絶賛放送中。よし、なるほど。ラジオは春日の家にあるラジカセやメインメニューのスマートフォンアプリからプレイリストに設定することで街中で聞くことができます。またサバイバー等にあるジュークボックスでも再生することができます。ラジオの内容は物語が進むにつれて更新されていきますので定期的にチェックしてみましょう。だって、へえ、ラジオじゃや集めた CD をプレイリストに設定することで街中で再生することができます。なんか同じような説明がいっぱいだな。了解です。うん、よし、これか。スマートフォンにこれかな、プレイリスト。おー、こんな感じで。私なんだっけ、いっぱい DLC がくっついてるやつを買っているので、そうあれですな、いろいろと聞けるんじゃないかなと思います。ちょっとまあなんだろうね、作業する感じの時に聞きながらやろうかなと思います。よし、これで OK かな。うん、まあ、ストーリーの時はいいかなみたいな感じかなね。よーし、もうすごいなんかタワーみたいになってるんだけど、こんなんだったっけ。それにしても随分景気のいいもんができたよな。ビルが建つ予定だったんだが建設途中で例の流行り病だね。石膏会社も建設会社も潰れちまって鉄鋼だけ残してほったらかし。なるほど、それをここの人たちが乗っ取っちまったってわけだ。たくましいよな。ブリッジジャパンがあのままこの町を征服してたらこんなもんはまず許されない、まあ、な。この町のホームレスにとってこれは凱旋もベタなものかもしれえな。自分たちの勝利の証だ。凱旋門2よりはどっかのお城って感じだけどな。確かに実際ホームレス界隈じゃ天守閣って通り名で呼ばれてるらしい。見たまんまだな。殿様不在の天守閣か。素晴らしい素晴らしい。なんだ揃いも揃って。村長ご無沙汰しております。
ただ顔見せに来ただけじゃなさそうだな、はい、ちょっとご相談がね、日本酒をまずは渡して賄賂ですな。そう、清流会に乗り込むか、それもその佐々木とかいうやつ一人のために、そう、助け出したいというかね、せっかく足を洗ったのでっていうことで、うん、人数は関係ありません、一人だろうが100人だろうがほっとけねえです。相変わらずだな、正直少し安心した。うん、ここのところすっかり寒くなったな。そうっすね、仕事もパーになって一丁羅をクリーニングに出すのも楽じゃねえだろう。何の話だ。まあだがお前たちなら乗り越えられるはずだ、ついてこい。何の話だ、なんかちょっと不穏でござるな。うん、ねえ、あ、なるほど。あ、村長に声をかける。その前にじゃあこれちょっとヘルスを戻しとこうかな、回復しとこうね。よーし、行くぞ。これで行きたいと思います。清流会事務所に忍び込んで佐々木とやらの安否を確かめたいんだったな。侵入経路は片道だ、準備は大丈夫か。なるほど、ここから佐々木へ進むと長い戦いとなり、しばらく町へ戻ることができません。道中ではメインメニューからセーブすることができないのでご注意ください。おお、了解です。まあ、ついていきましょう。うん、はい、準備は OK です、お願いします。まさか村長、あのなんてお話でしたっけ。そうか、だからこれが清流会事務所への裏ルートだ。まさかドブ川に見えますけど、それも真冬のな。うん、足立ルートはさっき伝えた通りだ、覚えたな。気は進みませんが。マジかよ、俺心臓止まっちゃうんじゃねえか。カズが別の方法探そうぜ。いやー、あいにく俺の知る限りじゃこれが唯一の抜け道だ。やるっきゃねえな、マジか。遺書かエンディングノートでも残しておけばよかった。弱気なこと言ってんじゃねえよナンバー、これまで乗り越えたことに比べりゃこんなもんへでもねえって。分かったよ、なるようになれ。ありがとうございます村長、土産話待ってるね。はい、さあ行くぜ、せーの。おー、やばすぎる、やばすぎるでしょ、ここスタートなんか。ちょっと風邪ひきそうですな。うん、これ、橋の下にあれが見えるだろ、あれが入り口だ。あー、了解。なんかちょっと油見てんじゃないのこれ、やばすぎる。もうちょっとスーツにさ、油べっとりなんじゃないこれ、やばすぎるな。もう限界だ、これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。おいおい、もう一踏ん張りで、何番。いやー、着いたよ。あ、ちょっとアイテムはしっかりね。ハーブか、こんなところにハーブ、めっちゃコンクリートの上だけどね。こっちはないか、何枚。よし、行くぞ。ダンジョンみたいな感じだね、なんかね。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。間違いねえ、ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある、用心しろよ。はい、心も体もバッチグーよ、心も体もバッチグーよって。じゃあこれも取って、おにぎりでしょ、うん、待って、これを先に取ってから使い古されたテレビか、なるほど、これを取って、うちゅ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 、ゴミすごいな、こっちに行く感じね。ちょっとアイテムはちょっとしっかり、鉄の皿、タフネスライト、ありがたい。まあ300もないけどね、まだ HP。
大事に大事に。調子いいぜ。こっちか。食べかけの弁当。なんかホームレスさんから食べかけの弁当を奪うのはちょっと気が引けますがな。ね、残り楽しみに取っといてあるかもしれんからな。よし。あ、いる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 。よし。行くぞー。なんかくれよー。このボケがさっさと始めようぜ。俺の番だ。待って、バスタースマッシュ。あ、ちょっと動いちゃった、うん、動いちゃった。受けてみる。どうする。あ、二人いかなかった。出番が来たな。ちょっと待って、結構強いな。見さらせ。結構強いぞ。おお、早い。強いし、なんか街中の人たちめっちゃ弱かったからさ、そんな感じのつもりで来ちゃったよ。よし、結構硬くなってるね、敵が。これはどういうこと？なるほど、とりあえずここも行っとくか。なんか強そうだけどね、この人。やってやろうじゃねえか、おい。あ、もっと人がいるし。やるぜ。ちょっと待って、バスさん、ちょっとまとめてやりたい。こうか、こう。よし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 、2人終わった。頑張りますか。すぐに楽にしてやるぜ。あ、弱いってできる。ほら、お、強い強い。行くか。これは地獄共い投げ。これ黙らせてやる。だっこ。おお、ナイスナイスナイス。よいよ。いい調子だぜ。いい調子だな。スニーカーだってごく一般的な素材で作られたフットウェア。ちょっとまあ装備はさ、カスガが死んでしまったら何もあの元も子もないので、カスガにまずはね、いい装備をつけていく。よいしょ。おお、カップ酒だって。喧嘩させろや。よいしょ。面白そうなやつだな。俺の番だ。バスタシマッシュ。お、受けてみな。おれだな。よし、真の出来じゃねえか。ね、うん、ごめんなさい。ツナおにぎりだって。走りー。若いしてんのか。若い頃を勝ちに行こうぜ。よし、やったりゃ。おりゃすごい、ガスボンベはやばすぎる。俺たち、キロいんじゃねえ。ダメ。俺もまだ若いね。大人の渋みが出てきたぜ。ちょっとアイテムだけちょっと確認しようね。ないっぽい、珍しい、ないっぽい。あ、ごめんね。こっちもないっぽいね。よし、行くぞ。やっぱダンジョンは音楽も相まって、ね、ちょっとあれよね。なんだこれ、芋虫みたい、気持ち悪いんだけど。あれか、スリーピングバッグに入ってんのか。頭にきたぜ。やってやろうぜ。出番が来たな。あ、おお、これ鳩の襲撃って。あ、ダメか。かかってこいよ。あ、ウィークなんだ。ちょっと一人ずつしか行かないみたいだ。オーバー。よし、ほら、これの番だ。グランドライナーは、あ、周辺みたいな感じ。ガツンと行くぜ。あー、次は俺だ。よっしゃ、勝利勝利。なるほど、いい感じじゃないですか。ちょっとアイテムだけはちゃんとしっかりと。なんもない、なんもないね。
なんもないよね。ちょっとあれしよう、アイテムで春日のあの MP をちょっと増やしたいな飲みかけの飲料とかあるよ、これゴミ箱から拾ったやつね。あ、90なんかいらないな。サントリーの麦茶、うまいね。うまいね。これでいけるんじゃない？よし、いっぱいいるぞ。てめえの悲鳴を聞くのが楽しみだ。よし、やるぜ。いや、いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっと待って。ちょっと待って待って。こうか。バスタースマッシュにそこ。受けてみな。よし、二人まとめていた。出番が来たな。お、これがいいんじゃないか。こういう感じで、こういう感じでこう。おい、いいじゃないですか。闇のファイター、めっちゃ強そうだけどね。痛い。痛いよ。これどうしたらいい？どれ使えばいいな？これ使ってみる？あ、ちょっとジャストにならなかった。ドラムさんがそんなところにあったんか。よし、いいんじゃないですか？まだまだ余裕だぜ。よし。よし、次のところに行くぞ。あ、ここだったのか。なるほどね。MP 回復。そして、セーブですな。戦いが続くので了解いたした。よし、行くぞ。心の準備はみんないいかい？行くよ。おう。この先が青龍会だ。一度入ったら引き返せない。なるほど。とうとう先に進む感じですな。よし、行くぞ。こんなところから来れるなんて。ここは。青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。ああ、ちょっともう見つかっちゃいました。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃやるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。行こうぜ。アデさん、ナンバー、この手でひねり手をしてやってやろうぜ。あ、そう、あのね、やるぜ。どうした？春日にさ、電気マッサージのやつ買ったんだけど、強いんだけどさ、見た目がやっぱり、せっかくだったら勇者のやつね。まだなんかそんなにさ、敵も強くなかったからさ、勇者のやつでいけるかなと思ってさ、あれしたんよ。使ってある。ちょっと硬くなってきたらさ、買った電気マッサージのやつに変えようかなとは思ってるね。よーし、そう、これか、こっちか。ぐるぐるしちゃったよ。あれだけ派手に暴れたんだ。連中、血相変えて追ってくるぜ。ねえ。こそこそ。隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。おお。了解。なんかある？ちょっと。
あ、あった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 。ここか。よし、重複のやつ。ここかな。よいしょ。なるほど、ここにも行っとこう。あれ、これじゃない。こっちか。よし。お、コンフォーリーゲット。あそこに作業機だって。春日に作業機は、あ、ちょっと、いや、魔法に対しての防御力は1下がるけど、物理的なやつには、みたいな。多分魔法とか使ってくる人まだ出なそうだから、これでいくか。ね、ヤクザだ。いや、そんなこと言うの分かんないか。よし、行くぞ。おー、階段という感じか。なるほど。そしてここ、足が軽い。そしてここ、おーっていうか、なんか強そうな人出てきそうな場所ですな。いやー、この場所も何回かやっぱね、戦ったことがありますぞ。うん、よし、やるぞ。ちょうどイライラしてた。さっさと始めようぜ。さっさと始めようぜ。マスターサマッシュで言っとく。いやー、もうこう、こうか。よし、どうだ。頑張りますか。これでブレスじゃない。あ、てかさ、ハト使ってみたいね。ハトの襲撃、これか。必殺あたれ。よいしょ。あー、確かにこれめっちゃ強かったやつだ、ね、ハット。うわー、ちょっとジャスができん。これバックに。よいしょ。おー、ナイスです。おおおお、もっとか。よし、なんか怖い、なんか見た目が怖いぞ。えい、受けてみる。よし、これいいね、これいいね。どうした。出番が来たな。あー、一人来やがれ。こうねえのか。こうか。見さらせ。どうだ。あっち、あっち、あっち。死ぬよ、俺だ。よーい。俺もいい調子だぜ。足立さんはさ、通常攻撃がすでに強い感じだね。ちょっと待って、ね、こっちか。ちょっと待って、ね、アイテム一応あれしとこうか。うん、いい、悪くねえな。ジュースもんどこ。こうか。上に上に向かいますぞ。ここはどこ。いやー、来た。あー、ちょっと囲まれてしもた。てめえら生きて帰れるとは思うなよって。調子見るぞ。準備はできてるぜ。俺の番だ。これっていろいろと持てる。おお、ないからが強いです。ダンボール。頑張りますか。おい、いつでもいいぜ。こうか。来いよ。決殺。うん。二人で抜けた。死ねおな。よし、やるぜ。はい、もう一回やるんじゃない。ナイスです。まだまだ余裕だぜ。シンプルな腕時計、これでしょ。金庫の鍵ゲットしましたよ。そしてこれで
がある。待って、ここにまず行こうか。よし、アイテム、ほんと？なんて読むんだろうね。攻撃をアイテム。敵単体とその周囲に熱気属性で。なんかまとまってたらこれ使ってみるのもありかもね。よいしょ。行くぞ。気合い入れていこうぜ。今度はここか。まあ誰もいないけどね。タブネスライト。これか。金庫の鍵またゲットした。おい、ちょっとみんなめっちゃぶつかりまくるんだけど。なんもないか。よし。そう、じゃあここでちょっと一旦休憩パートだね。これでしょ、はい、MP 書いてきた。ちょっとあ、金庫あるし開けてみるか。ね、開けてみましょう。開いたぜ開いたぜ。お、ダウンジャケットだって。ちょっと待って、装備、作業着を着ててダウンジャケットがまた上がるね。そしたら、あ、足立さんは大丈夫そうだから南波さんにさっきまで着てた作業着をあげるかね。これはよし、こんな感じかな。よし、セーブするぞ。結構セーブポイントがこまめにあるのは結構親切だな。最初だからかなね。よいしょ。多分アイテムとかなさそう。こっちじゃなくてこっちに、これちょっと、あ、なるほど。ちょっとアイテムを見てくるか。絶好調だ。ヘルメットなんて、おい、装備結構使えるの。よし、ヘルメットもやっとくか。ね、一番が死んじゃったらさ、ゲームオーバーになっちゃうからね。よし、行くぞー。ボス戦かなこれは。よーい、おもちゃのブレスレットだって。あ、ちょっとどこ、装備いっぱいもらえるな。ちょっと待って、あ、さらしとかもある。 HP20 でしょ。おもちゃのブレスレット、あ、魔法が強くなる感じか。これはナンバさんに渡しとこう。これでどうだ。よーし、いいね、以上かい。よし、行くぞ。好き放題暴れやがってこの清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。ったく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番、ありゃ相当切れちまってるぜ望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。なあ、この手でひねり手を引き勝ち行こうぜ。よーし、ボス戦楽しみだぞ。まあ、これかな。あ、ちょっと待って、配信率を上昇にするか。よし、みんなのやつも配信上昇する。よし、全員分回収。よし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 。これが、なんかさ、ガードマークがあるんだよね。ちょっといけんのかな。ダメか。あー、やっぱちょっと、え、じゃあいけてんのかな。あー、ちょっと待って。ガードしてる敵に正面から攻撃するとダメージが半減しますが、極み技の中には組技と呼ばれる技があり、ガード状態の敵に使うとガードを解除して大ダメージを与え、しばらくガードをさせない効果が発生します。ガードブレイク。なお、敵の背後から攻撃するバックアタックではダメージは半減しません。あ、なるほどね、そういうことか。装備してる武器の効果を反映して吹き飛ばす。え、これ地獄巴投げっていうのがいい。あ、ガードブレイク、なるほど、これだ。黙らせてやる。
どうだ、もしガードできなくなったってことか。あ、待って、あ、ダメ、これバックアタック。おお、あ、増えちゃった。おお、よっしゃー、あ、めっちゃ増えちゃった、どうしよう。オッケーオッケー、そしたらガードする。これは、打ち崩し、いや、どうしたらいいんだ、これ。よし、一人ずつ減らしていくしかないか。バスタースマッシュでいく。これうまく二人分いきたいんだけど。よし、よし、二人削れた。容赦しないぞ。あとも出場。じゃあ結構みんなバラバラになってるからダメかな。いける？一人だけか。やっぱりあの円に入ってないとダメってことだな。あ、なに、攻撃力が増しちゃった、どうしよう。おい、ありがとうございます。わー、次疲れた。ちょっとバスタースマッシュでこうバックに行く。あ、ダメ、いや、ダメだ、強すぎる。こうか、起き上がっちゃったよ。調子が出てきたな。やっぱりあれか。来いよ、黙らせてやる。よし、よし、やるぜ。おや、よし、コアキーさんは終わった。ネッキブリスで、よし、あ、金庫の課金もらった。あ、トロフィーもゲットした。いっぱいやりたい気分だぜ。人生これ成長ってな。素晴らしい。ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。どなたかな。ああ、先方の条件を飲んでいい。なんか座ってくださいと促された、もしかして。では引き続きよろしく頼む。戦う気はない感じ。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。おお、はじめまして、春日一番さん。海老名正隆さん。初めて見るかな。俺らのことは高部から聞いてるってとこかい。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大海さんの後になります。それで今頭。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大解散の混乱もありで、人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと、金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしては
あまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が青龍会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。確かに。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通聞かねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。青龍会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。まあ地下からね、侵入しちゃったしね。俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。お、車で移動ですか。こいつはどこに向かってんだ。ねえ、ちょっと山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。めっちゃ聞こえてるやん。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大解散以来、青龍会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年上皇だな。ええ、あのルールがある以上元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。なるほど。こちらはこちらで独自に職場を作るっていう活動をしていたっていう感じなんですかね。悪い人じゃなさそう。で、ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。ああ、懐かしい。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。うわ、すごい。めっちゃ厳重な金庫？ボルト？ゴミ？ゴミといっても、今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。なるほど。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まっヤクザってな、すごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは青龍会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。
つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東条会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。五年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間、理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。地方組織の一斉解散？広島の陽明連合、北海道の北方組、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には、本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ？木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ、十分だよ。感謝するぜ、春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか？春日さん、足立さん、佐々木さん、やっぱりお前もここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。よろしいでしょうか？正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志、本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか？ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。なるほど。まあね、春日さん、路頭に回るわよよよ。もしまだお時間ありましたら、会っていただきたい人がいます。はい。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。まさか。はっ、沢し久しぶりだな。どうして刑務所じゃなかったっけ？沢城の
ここで第一章終わったんかな。ねえ、よし。第二章異邦人。いや、沢城さんがいますな。だってさ、清流会の会長殺しで捕まってしまったんだよね、多分。そのはずなんだけど、なんで。え、ちょっと待って、記憶違いかな、なんでここにいる。癖ってのは抜けねえもんだな。うん、まあ肩気になりましたからね。沢城城ねえ、荒川組の若頭。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。そう、しかもその罪は清流会の会長殺しだ。そう、本当にそれ。そうなんだよね、これもショックだったよね。そう、そしてさ、この人がっていうのがびっくりしたのに。エビナにしてみる、親の敵ですよ。そうなんだよ。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか。一人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？ここに来てなんかいろいろと。うん？もうすでに亡くなってたんね。な、電話、こんな時に電話。ずいぶんと遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。我が荒川雅人。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。はは、肉だったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ、ムショの中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。うわ、しかもさ、実の息子なんよね。うわ、こういうことだったんか。なんともやるせないな、これは。これを見た後にやっぱり龍が如くセブンもう一回プレイしたくなりますな。星野会長を殺したのは
別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題甘やかして、荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか、後押ししてたわけだからな。騒し、いやー、だから最初に無期懲役を食らってたはずが、なぜそんなに。無所に入ってから俺は、もう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。海老名さんが助けたんだ。じゃあ星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り、荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って構想を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが、一お前に頼みがある。あんたがこの俺に。それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。いやー、まさかここに来て沢城さんが出てくるとは思わなかったね。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。なるほどなるほど。おお、こんな感じで行くことになるのかな。
距離もあるし、タクシーに乗っていく。おお、ちょっとタクシーしていってのはちょっと気になりますな。そろそろあれしようかなと思うんだけど、ちょっと待って。おお、ちょっとマップ上でタクシーのアイコンをカーソルに合わせて、四角を押すとその地点までタクシー移動できます。マップ上に表示されていない行き先へはタクシーの運転手に話しかけるか、スマートフォンのタクシーアプリからのみ移動することができますということですが、なるほど、こんな感じで平安路まで行ける感じですな。そしたら今日はこの辺にしようかな。タクシーで移動しなきゃいけないような感じでもなさそうだよね徒歩で行けそうなので、なんかさ、ここら辺もちょっとじっくり回りながら行ってみようかなと思います。よし、今日はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃあまったり、バイバイ。